梅雨に入るとやっぱりこう髪の毛膨らみますよね。しっとりモードで乾かすといいんです。どうもソングバードニナスです。今日は、以前の動画でこう何だったかな、ホリスティックキュアドライヤーっていうのをこう紹介させてもらったんですよね。そのホリスティックキュアドライヤーっていうのが2パターンあって、こう黒か白か、なんか黒がふんわり乾くで、白がしっとり収まるドライヤーの2つの紹介をさせてもらったんですけど、その新しいバージョン、ホリスティックキュアドライヤーレシピ、このレシピっていうのがこう、まあ、出てるみたいで、ちょっとこうレビューじゃないか、これいいなと思って、まず軽いんですよね。あと何がこう変わったのかと、その黒と白ってあったじゃないですか、その黒と白の両方の機能が備わってる、意味わかりますかね。例えばこの赤の時、今の赤ランプの時は黒なんですよ。黒の効果が出るんですよね。切り替えて青の時、今の青の時が白、白の交換。やばくないですか。最初はプロ専用機かなと思ったんですよね。だってそんな、ね、ボリュームアップしたい、ボリュームダウンしたいって一般の人そんななかなかないじゃないですか。だからそんな、これ需要っていうか、しかもちょっとお値段も高いし、需要ないかなと思って紹介しなかったんですけど、いや、わっていう。あるわよ。で、今レビューしてるわけなんですけど、まあなんでかって言うと、まあ通常髪の腰がない人とか赤で、赤モードでね、さっきの赤モードで、こいつですね。こいつで乾かす。赤モードで乾かす。とかふんわり乾くんですよね。青モードですね。青モードっていうのはこうしっとり乾くんですよ。うわ、でも違う、すごい。やっぱしっとり全然違う。すげえ、見てほら。これどうやって使うかというと、今から今日、6月1日なんですけど、梅雨に入るでしょ。梅雨に入るとやっぱりこう髪の毛膨らみますよね。しっとりモードで乾かすといいんですよ。まあスタイルによってもショートに、僕みたいなショートをふんわりしたい場合は赤モードで乾かせばいいし、で伸びてきて少し収まらせたいスタイルだったら青モードで乾かせばいいのかなと思って、結構こう使い勝手がいいのかなと思ってます。で特にロングの人とかだったらこう赤モードね、赤モードで最初全体的に8割ぐらい乾かしてあげて、そこから膨らみやすい、こうトップとか膨らみやすい部分だけ青モードで乾かしてあげると、ここはこうちゃんと抑えられて、ここがこうふんわり乾くみたいな、そういう使い方もできるみたいです。でもこれだけだったら、いやそんなね、使わねえわ、使いこなせないわみたいな、ドライヤーでね使いこなせ、まあでもあると楽じゃないですか。さっき言ったように梅雨の時期ちょっと広がらせたくなるときは青モードでいけばいいんで、まさにこの前言ったホリスティックケアドライヤーだったら黒か白かどっちか買わなきゃいけなかったんですよね。でも白しか買ってなかったらやっぱしっとりしか乾かないんで、しっとりだけだったらやっぱこうふんわり乾かせたときはちょかなりしっとりするんですよ。本当に検証したんですけど、めちゃくちゃ しっとりして、もう概要欄にこう動画も貼ってますので、ちょっとまた見ていただければいいと思うんですけど、すごくしっとりさせたい人は、まあ白かなっていう感覚でしたね。で、僕は、どっちかというと僕はそんな硬くもないんで、白だとこうペタッとなっちゃったんで、やっぱ黒だったんですよ。でもそんだけこう保水力っていうんですかね、テラヘルツ波というやつがこう出てるみたいなんですけど、まあそれが効いてるんでしょうね。まあここまではまあ前回までのね、動画の予習みたいなもんで、まあ黒の機能が赤モードで、青の機能が白モードみたいなね、こうしっとり乾かした時は青モードでいく。あと一個このレシピってすごいのがなんかあってすごいかどうか分かんないですけど、キュアモードってやつがあるんですよね。キュアモード、ちょっとキュアモードしますね。キュアモード、今キュアモードになってるんですよ。こう赤と青がつくんですよね。さっきの言ったように、これ赤が黒ですよね。黒ドライヤー、黒の風が出てるんですよ。青が白ドライヤーの効果、この両方ついている時がキュアモードって言って、これ新しいですよね。今風出てないんですけど、なんか若干あったかいのが出てるんですよね。あったかいのこのキュアモードっていうのはちょっとこう読みますけど、ブルークレイのテラヘルツ効果、まあ、さっきの青ですよね、白ドライヤーのパターンのやつがテラヘルツ効果するモードみたいです。スキャルプキューティクルケアモード、それがこの今聞こえますな、若干いいとか言ってるのこれで最後髪の毛当てるという、今出てるんですよ、このキュアモードの風が。新しいですよね、テラヘルツ
歯がすごいなんかもうマックス出てる感じらしいですよ。でなんかこう美顔器にもなんか顔が引き締まる効果がある風が出るドライヤーとかもあるじゃないですか。いやこれマジのそれをもう特化させたモードみたいなキュアモード。でなんやかんやこう青でも白でもモードどっちでもいいんで乾かした後に最後キュアモードで上から下にこうちょっとなんか難しいんですけどね、風が出てないんでこうしてあげるとこうキュアしてくれるんですよ。キュアすごいわドライヤー。これを動画でも難しいのにお客様に口で説明するの難しいよねこれこれそして一発で効果が分かるわけでもないキュアモード。でもまあ続けていくとキュアなんでしょうね。キュアモードだからキュアなんです。なんかキュアモードがそのさっきみたいにこうしっとりとかボリュームが出るみたいな赤モード青モードみたいな感じではないくくりみたいですね。これはあくまでもこうなんていうか保湿っていうんですかね、こうまあキュアなんですよね。キュアで暇な時にずっとこう当てとけばもしかしたらこうなるんですかね、こうしっかり髪の毛が。そういうもう最先端技術の結晶を使ったキュアモードなんで、これが一番のおすすめトピックなんですかね、このドライヤーの。どんな髪でも季節天気に左右されず毎日髪が決まる日に、毎日をグッドヘアデイですって。パーソナルにレシピを組み、あそういう号で、あはいはい、ホリスティックキュアドライヤーレシピという名前なんですけど、ですね、パーソナルにレシピを組むように使用することで思い通りのヘアスタイル、でこういう3つのモードがあるんで、そのレシピを組み合わせて髪の毛を作り上げるっていう意味でレシピなんですね、名前が。簡単にまた説明、ざっくり結論を言うと、まあ赤モードでふんわり乾かして、で青モードでこうしっとり乾かす、まあ、広がる人は青モード、こうボリューム欲しい人は赤モード、最後にキュアモードでこうしとくと、日々毎日やっとくと、まあ、今後のスピードでいいと思いますよ。わかんないけどいいんでしょうね。まあ、公式の動画もあるみたいです。すると髪の毛が綺麗になる。この、ね、この軍団のような髪の毛になるという、ね、可愛く。まあお値段これ安いですよ。税込み33,000円。いや、ここまでの機能がで33,000円は僕は安いですと思います、ね、ちょっとコーヒー休憩。コーヒー休憩いやなんか有名なビジネス系 YouTuber、ね、の人、まあ、池早さんとか学さんとか途中でコーヒー休憩って言ったらなんか飲むんですよね。何の意味があるのかどうも真似しようと思ってコーヒー休憩をちょっと作ってみました今まあ何の意味があるのか分かんないですけど、まあ、人間味を出すためですかね。淡々とこう喋るとねなんか人間味出てこないんで、まあそうです、まあ、このキュアモードだけでも今までなかったドライヤーの機能ですからね。キュアモードっていいんじゃないですかこのレシピ。本当にまあ過去の動画概要欄に貼ってますけど、まあ、商品リンクもよかったら貼ってます。本当に黒と白でめちゃくちゃ違いがあったんですよ。本当にふんわり乾かしたいのに白で乾かすともうふんわり乾かない、ふんわりセットもできないぐらいしっとり乾くんですよ。まあ、それがいい点であり、まあ、デメリットといったらですけどデメリットになる点でもあるかもですね。黒だったら本当にふんわり乾くんですよね。で結構速乾性もあります。でなんといっても軽い、あのめちゃくちゃ有名な57,500円のドライヤーは重いんですよ。重いし高い57,500円でも33,000円ね、ドライヤー何年使いますね。3年使っても年1万ですよ。安くないですか。3年のはずないじゃないですか。5年以上使うでしょドライヤーね。給付金入るんで買いじゃないですか今なら。僕これが今一番価格的にも性能的にもなんかおすすめですね。もちろん上には上がいると思うんですけど、おすすめですね、レシピ。まあ、さらっと仕上げたい、しっとり仕上げたい、最後にこう髪の毛ケアしたい。まあ、全部揃ってますね。まあ、よかったらこれ、おすすめなんで、買ってちょうだい。まあ、もし、熊本の人とかあったらですね、うちでも言っていただけるとありますんで、ぜひ、問い合わせください。ってことで今日は、ホリスティックキュアドライヤーレシピ。キュアモード、ちょっと。気にならないですか、キュアモード。まあ、こういった、ね、美容商材とか、まあ、いろんなものを、ね、こうレビューしていくこともありますんで、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。まあ、いろいろ今から、ね、商品あったらなコメント欄とかでしてほしいものとかあったら
買い取ってもらえると、ちょっとどうにかして入手してレビュー書きますんで、まあ、忖度なしで僕やります。 PR の時はもう PR って言いますまあ PR なんか多分来ないと思うんですけど、まあ面白いんで、ちょっとまあいいも悪いも含めてレビューしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。